どうも、ゆまです。今日もこの日本一周を目指すスバル R2D2 号の製作をしていきたいと思います。今回は前回のオイルキャッチタンク取り付け動画で話したように R2 のカスタムの定番ゼロ線パワーチャンバーを取り付けていきたいと思います。こちらです。テクノロジー by Zero 1000 Power Chamber。 たくさん空気吸えそうですね。まず先に取り付けを行って、次にパワーチャンバー取り付け前と取り付け後の吸気温の比較、そして最後にテスト走行という流れになります。それでは作業開始。Thank you.
やー、高回転域まで引っ張った時にトヨタの AE86 の名機 4AG みたいなエンジンサウンドがして超気持ちいいっす。僕自身ホットバージョンよく見てて、土屋圭一さんの AE86 好きなんですよね。それに似たエンジンサウンドが自分の車で体験できるって最高っすね。パワーに関しては高回転域では若干のパワーアップが感じられて、気になる低回転域、低速トルクが細くなるって言われてますけど、まあ、特に違いを感じられませんでした。といってもちゃんとデータを取ったわけではないんで、あくまで僕みたいな素人の個人の感想です。取り付け作業自体もそんな時間かからないし、難しいものでもないので、もし迷ってる人がいたら日常の運転が楽しくなるんで、ぜひチャレンジしてみてください。なぜなら今後確実にガソリン車は減っていきますし、自動運転が普及してきたら僕たち自身が運転するという機会が減ってしまう可能性があるからです。というわけで、車いじりを楽しむなら今しかないっすね。概要欄に商品のリンクを貼っておくので、もし気になる方はチェックしてみてください。そういえばもう一つ、パワーチャンバー、むき出し型のエアクリを取り付けることによって低速トルクの低下以外にもう一つ懸念事項がありますよね。それはエンジンルーム内の熱い空気を吸うことによるパワーダウンです。というわけで、次回その対策パーツを取り付けたいと思います。どうせあれでしょうって思ってますよね。それは実際に動画を見てみるまで分かりません。ほら、気になってきましたよね。ということで、チャンネル登録、そしてついでに高評価ボタン忘れずによろしくお願いします。今回は以上になります。今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回、バイ。